おむつきさんと京文字の猫さんには3問、お題を出題します、はい、で1つにつき、3分間で、似顔絵を描いてもらいます、はいはい、でそれを審査員の皆さんに審査してもらう審査員の皆さんこちらです、はい、じゃあそれではそれぞれに意気込みを聞いていきたいと思います。じゃあ最初におむつきさんから昨日完敗でしたので今日は頑張ります。頑張れ頑張れ。はい、じゃあ猫さんにも、あ、怖い、さばいてやるにゃということで、おお、じゃあ穏やかじゃないね、猫さんをさばけるのでしょうか。穏やかじゃないね。はい、じゃあそれでは準備が整ったかな、はい、じゃあそれでは早速対決を始めていきたいと思います、はいはい、それでは、はい、1問目、1題目、1題目は志村けんです。志村けん、いや、俺書いたんだよな、志村けんな。志村けんです。それでは3分間いきますよ、はい、よーい、スタート。ポイントはやっぱり志村けんらしさで、そりゃそうや、らしさ、生前の志村けんを思い出して、すごい、いつ時代に勝った。あ、そうですね。すごい、あ、でもなんか猫さんすごいスラスラ描いてる。お、なんかそれぞれすごいなんか個性が出ますね、これ。あ、でも、お、お、お、ちなみに時間まだまだ余裕があるので。お題は志村けんです。はい、
お会いした時こんな感じでした。マジで、もう本当晩年っていうか、まあ、はい、はい、じゃあよろしいですかね。審査員の皆さん決まりましたか。はい、はいはい、それではじゃあ審査員の皆さん一斉にどうぞ。あ、3対0で猫さんです。1戦目勝ち。まあそうでしょう。すごいですね。まあ、すごい上手な感じ。配信受けないかちょっとなしです。はい、じゃあ次2問目に。はい、お願いします。2問目はフワちゃんです。おー、はい、フワちゃん、わかりますか。いきまーす。よーい、スタート。フワちゃん、フワちゃん、今流行りのフワちゃんです。流行ってんすか、その子。フワちゃん、なんかね、元気な、いつも元気なんですね。あ、なんか、特徴があるから、書きやすそう。なんか、あの、ほら、こういう、あ、姿が、姿が、顔が意外となんか、顔は、特徴。前髪どんなんだっけな、あの子ね。あ、そうなんですか。あ、まあ、でも時間はまだまだ余裕があるので。フワちゃんって髪で長いんですか。長いと長い、うん、ツインテール、お団子とかでしょ。あー、お団子か。